あんたは強い。あんたは負けない。将来の夢は火影を越す。仲間を大切にしない奴はそれ以上のクズだ。ナルト、俺はお前とも戦いたい。サスケ君を連れ戻して。お前は一体何なんだ。賢いってのはそういうことなら、俺は一生バカでいい。お前を弟子にしてよかったわい。なんで俺にそこまでこだわる。仲間を忘れるな。あなたを愛してる。だから私と一緒に立とう、ナルト君。まっすぐ自分の言葉は曲げない。私も俺が人道だから。死ねるか。いたちの生きた意味をこんなところで。俺は許せ、サスケ。また今度だ。怪我はねえかよ、ビビリ君。お前は弱い。よう、うすらトンカチ。友達だ。仲間一人救えねえやつが火影になんてなれるかよ。これで最後だ。あいつにとってお前の命は里よりも重かったのだ。我々は木の葉を潰す。俺はお前をずっと愛している。いいな。お前らが欲しいのはこいつの体のはず。この左目の回収が済んだらこんなもの捨ててやるよ。左目を渡せばマダラがさらに厄介になる。ならそんなことさせるはずないだろう。カカシ、奴は黒舌という名前以外実はほとんど情報が手に入っていません。ただオビトとマダラの配下としていろいろと暗躍していたようです。だがここに来てオビトを裏切った。ええ、つまり奴は元からマダラしか主と認めていなかったのでしょう。カカシ先生。サクラ、一体どう。ナルト、ナルトの中の九尾が抜き取られて
このままじゃ。だから四代目様、あなたの俺の九尾を与えればナルトは助かるんだね。はい。大丈夫、すぐに助けてあげるよ。甘いな。先生、どうなったんですか？すまない、奴に九尾を奪われてしまった。これでナルトは死ぬ。すなわち戦争も終わりだ。あとは俺の時間だ。マダラ様、遅いぞ。クロゼツ、こちらから出向いてやったわ。カカシ、あの姿は？はい、オビトと同じように陸道の力を手に入れたようですね。すみません、ですがこいつらから九尾を奪っておきました。いいだろう、左目と合わせてこっちに持ってこい。やめておけ、マダラ様がいる限りお前らは何も。貴様、まだ。マダラ、その状態でまだ自我を戻してくるとは。まだ俺は眠っていられない。あんたに話がある。俺に？ここに来て一体何の話をする？あんたにとって俺は何だ？今さらくだらないことを。お前は俺にとって他でもないマダラだ。この世界を否定する存在がマダラ。その思想を胸に行動し、無限つくよみの計画を狙う者は全てマダラでしかない。お前は目的達成のためにマダラとして天寿を全うするはずだった。この世界を救った救世主としてな。お前も理解したはずだ。陸道仙人が示したこの世界は失敗した。陸道仙人の行いは人の矛盾を助長したに過ぎん。チャクラは争いを生み、まやかしの希望を生むだけだった。俺もお前たちも平和を追い求めると同時に争いを求めてきた現実がある。この現実はチャクラという力によって無限の苦しみを強いられている。だからだ、俺は新たな世界を作る。無限つくよみにより忌まわしきチャクラなき夢の世界を作るのだ。最後にして最強のチャクラを持つこの俺が導く。そしてお前は俺そのものだ。オビトではない。こっちへ来い、マダラよ。今日からお前が救世主だ。今でもお前は救世主のはずだ。みんなの前を歩いてる奴のことだ。だから仲間の死体をまたぐようなことは決してねえ。ある忍びがこの無知な俺に教えてくれたのだ。人を導く者は己の死体をまたがれることがあっても仲間の死体をまたいだりはしないらしい。俺はもうあんたにまたがれることもない。己の名を語らせ他人に全てを任せることは仲間に託すこととは違うと今ならわかる。俺はあんたじゃない。俺はそう、今の俺はホカゲを語りたかった。もうわかっただろ、お前はウチハオビトだ。これはいただく。カカシ、ナルトを時空間へ運べ。
そういうことか。俺もだ。焦る。迂闊に飛ぼうとすればその隙を狙われるか。何を企んでいるかと思えば、まさか俺の中の美獣を狙っていたとはな。ナルトを助けるつもりか。だが俺から引き抜けたのは1尾と8尾の切れ端だけ。そして今のお前では時空間には飛ぶことはできん。この俺がいるからな。結局お前は何もなすことはできない。今のお前は無力な忍びに過ぎん。俺一人だったらな。かつてあんたが教えてくれたはずだ。シャリンガンは左右揃って本来の力を発揮するものとな。二つのシャリンガンが揃った俺たちは強い。それこそ固めのリンネガンしかないあんたよりもな。目的はシンプルだ。俺がナルトの元へ飛ぶ時間を稼ぐ。それだけだ。分かった。それでナルトは助かるんだな。ああ、任せとけ。そして今回は俺がメイン。ここからは俺がメインで行く。お前はバックアップだ、カカシ。久方ぶりのツーマンセルだな。しくじるなよ、オビト。行くぞ。お前に預けたもの、すべて返してもらうぞ、オビト。この目をただであんたに返すと思うか。少々手荒になってしまう。まあ仕方ないだろう。あとは頼んだぞ。愚かな行為だ。あとは頼んだぞ。それが壁になる。あとは頼んだぞ。それは倒せる。それが壁になる。全てを破壊する。逃がさん。もらった。愚かな攻防。あれが壁になる。あとは頼んだぞ。あれが壁になる。あとは頼んだぞ。愚かな攻撃だ。それはどうしよう。オビト、お前も陸道の世界が失敗していると分かっている。陸道の広げたチャクラとは本来つなぐ力のことだ。その力を忍衆として人々に伝え導こうとしたのが陸道戦士。人々逃げられんぞ。先方、イントンライハイ。さて、どうする。オビト、大丈夫か。この程度、何の問題もない。愚かな攻撃、愚かな攻撃。あとは頼んだぞ。おしゃれ、本来の力か。あながちお前の自信の偽りではなかったようだな。距離は頼んだぞ。